北朝鮮のビールでは、朝鮮民主主義人民共和国で製造及び輸入されるビールの概要について記す。北朝鮮には少なくとも10カ所の主要なブルワリーがあり、様々なビール製品を供給する多くのマイクロブルワリーがある。トップブランドは国際的に品質が知られているカルメノラガーの大同向ビールである。同国の物流や電力生産の問題は、 北朝鮮の製造業者に革新を促した。流通を最小限に抑えるために多くのレストランやホテルが独自の醸造所を維持している。不安定な電力供給ではビールを一定の温度に冷やすのが困難であるため北朝鮮の国民は通常よりも高い温度で醸造された独自のスチームビールを開発した。北朝鮮では素地が好まれるが 消費に関してはビールが2番目である。1980年代以来、ビールは依然として配給されているが、普通の北朝鮮人の手の届くところにある。一方、北朝鮮の観光客は、そのような制限なしで安価なビールを楽しむことができる。1930年、日本人がドイツのラガービールの形で、日本統治時代の朝鮮にビールを持ち込んだ。 第二次世界大戦及び独立後、少なくとも1960年までに北朝鮮のすべてのビールは国内生産された。1980年代まで北朝鮮の一般的な人々にとってビールは飲むこともできるものであった。配給制度が崩壊し始めた1990年代半ばまで北朝鮮は北朝鮮の主要祝日ごとに ソジュ1瓶とビール3瓶を受け取っていた。すべての北朝鮮のビールは品質の悪い国内製のガラス瓶に瓶詰めされている。北朝鮮の飢餓時には適切な病院器具が不足しているため、ビール瓶を静脈内治療に使用した。以前からブルワリーはあったが、2000年に金正日総書記が本格的に醸造の開始を指示し、北朝鮮での醸造が本格的に始まった。 大道工ビールの会社は、英国のアシャーズ・オーブ・トローブリッジ社の旧醸造所を購入し、北朝鮮に輸入することが認められた。大道工ビール工場は2002年4月、首都平壌に開業した。2016年8月、ビール醸造所は国内で初めてのビール祭りを開いた。最近の経済的混乱まで、平壌などの大都市には政府が運営するビアホールがあった。 現在、ビールは一般に民間レストランで利用可能であり、政府の経済規制が緩和されて、以来、より一般的になってきている。北朝鮮は、国際的に孤立しているにもかかわらず、活発なビール醸造の文化を持っている。北朝鮮人の間で、ビールは最も人気のあるアルコール飲料というわけではなく、もっぱら、ソジュの方が好まれている。結果として、 北朝鮮のビールはまだほとんど知られていない。とはいえ、ビールと素地は北朝鮮国内で最も一般的なアルコール飲料の2種であり、北朝鮮人はヨーロッパ人や北アメリカ人と同じようにビールを愛していると言われている。北朝鮮の醸造所を見学したアマチュアの醸造家、ジョシュ・トーマスによると、平壌の平均的な男性は少なくとも週に一度、 ビールをかなり頻繁に飲む。田舎の人々は飲む頻度が少なく全く飲まない人もいる。ビール文化はまだ発展途上である。人々はもっぱら仕事の後にバーに行き、ビールを2、3杯飲んで家に帰る。将来的には、特に若者の間ではビールの飲酒傾向が予想される。実際、北朝鮮の若者たちは南側の若者たちをなぞり始めている。 ピョンヤンの第3位の大道光醸造所における観光客のグループ。観光客は制限なくビールが提供される。大量生産されたビールは全国各地で見かけることができる。また、マイクロブルワリーも一般的である。北朝鮮人はビールを買うときに食料のクーポンを使う必要がある。北朝鮮のピョンヤンに住む男性は低価格のバーで、 毎月1から2リットルのビールを飲むことができる。ビール券を受け取ることができる。これらの制限により、ビールは主にエリートにとって特別な飲み物になる。ピョンヤンの成りであるドンジュが頻繁にビールハウスに出入りするのは珍しいことではない。朝鮮中央通信によると、ピョンヤンに新たに300台のビールタップが設置され、これまでに発表された300のパブを開く計画と、 一致している。タップが実際に動作しているかどうかは検証することが不可能である。とにかく、ピョンヤンにはビールがあるバーがたくさんある。夏と祭りの期間中、ビールテントがピョンヤン周辺に現れる。観光客は北朝鮮人に適用される制限なしに外貨でビールを買うことができる国際的なホテルのビールは約2ユーロである。農民市場における ビール1瓶の価格は約53ウォンである。ハイネケン、タイガービール、エルディンガー、ババリアビールなどの外国のビールも入手可能である。チンタオビールやハルビンビールなどの中国産のビール缶はチャンマダンで4000ウォンほど費用がかかる。農村部の貧しい国民は自分が見つけた食材を使って自分のビールを作った。トウモロコシの花やホップを見つけて 奇妙な乳白色になったものを作った。少なくとも北朝鮮の脱北者が覚えているのはビールのような泡立つものだった。日本国内への北朝鮮製品の輸入、持ち込みは外為法で禁止されているが、その珍しさゆえに大同向ビールがオークションサイトで流通価格の数十倍の高値で転売したとして、19歳の少年が書類送検される事件が起きている。 少年は中国で販売されていた輸出版の大同鉱ビールを日本で転売していた。日本政府は北朝鮮を原産地とする製品の輸入、持ち込みを禁止している。大同鉱ビールは北朝鮮のトップビールブランドである北朝鮮には少なくとも10カ所の醸造所がある。同国には大韓民国よりも主要な醸造所が多い。醸造所には楽園醸造所、 羊角島国際ホテルの羊角島国際ホテル、醸造所、大同鉱国家醸造所などがある。スチームビールから、オートミールスタウト、チョコレートポーター、ベールエールまで、いくつかの異なるビールが国内で醸造されている。ジョシ・トーマスは、北朝鮮は危機を経験する国にもかかわらず、驚くほど広い範囲のビールを持っていると述べている。金色のオレンジのラガー、大銅鉱ビールが、 トップブランドである。それは朝鮮全土で最高級のビールの一つと考えられている。アジアの他の大衆市場の他のビールよりもかなり優れていると言っている。大同鉱ビールは大韓民国にも輸出されている。他のブランドには、龍城、平オ母白、大鳥鶴、楽園などがある。平壌にある楽園醸造所は、 北朝鮮に多くあるマイクロブルワリーの一つである。洞国には多くのマイクロブルワリーがある。驚くべきマイクロビールの文化はガソリンの入手を制限する北朝鮮制裁について説明することができ、ビールの流通を製品ライフサイクルの中で特に困難なものにしている。洞国はマイクロブルワリーの国である。ホテルは自分のビールを作る。ボーリング場でビールを作る。 レストランは彼ら自身のビールを作る。全国の大動向ビールは確かに全国で利用可能だが、醸造所のための十分なスペースがあれば、サプライチェーンの非効率性を相殺するためにビルドしたようだ。多くのバーやホテルは自ビールを作った。例えば、平壌高麗ホテルには、街の中で最高のダークビールと呼ばれるものを提供する醸造所がある。清津市の、 チョンジンツーリストホテルには醸造所もある。ラソン特別経済区にはチェコ製の危機器を備えた醸造所がある。実際、大同鉱ビールのみがマクロ醸造所に分類され、残りは実質的にマイクロブルワリーである。北朝鮮の様々なスチームビールがある。これはもともとアメリカンスタイルのビールで通常より高い温度で醸造される。北朝鮮版のスチームビールは、 必要性に応じる形で作られるようになった。頻繁な停電により、醸造に一定の低温を維持することが不可能であった。北朝鮮のスチームビールは、ラガー酵母で醸造される。信頼性の低い冷凍と同じ理由で、エールも好まれる。北朝鮮のスチームビールはとても普及していて、普通のビールは、スチームビールと言える。アジアのビールによく使われる米は、 食料のために確保されており、大麦は朝鮮の料理では一般的には使われていないので、醸造には十分な大麦が使われており、大麦100%のビールも醸造されている。その結果、ビールは他のアジアのビールに比べてより濃く、よりフルーティで、モルトの風味が強くなる。北朝鮮人は必要に駆られて、正直なところ、 世界の他のほとんどの国よりも面白いビールを作るよう強いられている。北朝鮮のビールは一般的に比較的良い。あるいは北朝鮮が韓国よりも優れているかもしれない少数のものの一つとも称される。北朝鮮のビールは韓国のビールほどにはライトではない傾向がある。2012年に英国のビジネス週刊誌エコノミストが北朝鮮のビールは 韓国のビールより優れていると断言した時には韓国で騒動となった。北朝鮮のビールは味の好みのためにホップの含有量が低い。北朝鮮の醸造所には豊富な清水がある。北朝鮮の産業の発展が遅れたため水に汚染の問題はない。その他の原料は輸入している。ありがとうございます。